こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。よろしくお願いします。お願いします。今日は久しぶりのメイク動画になります。ほんま久しぶりだよね。で、今日はナーズイーストさんの、違うか、ナーズイースト、ナーズさん、ナーズさんのナーズイースト、ウォンテッドアイシャドウパレットの復刻版を今日はご紹介します。去年発売して速乾の商品らしくて、なんと来月1日だけ限定で発売されるみたいです。待ってましたみたいな感じ。普段使いの色からトレンドの色、そしてラメ系まで幅広く入ってる色なので、本当に使えると思います。では色味の方をご紹介していきます。ベースとなる色です。このあたりもベースとして使えます。ここがトレンドの赤み系の色になります。ラメ系もたくさん入ってるので、すごくツヤっぽくて可愛いです。で、こちらは締めの色になります。アイホール全体にベースをのせていきます。中間色を二重幅にのせていきます。アイラインを引くように締め色をのせて、完成です。トレンドの赤みアイシャドウをのせていきます。まず全体にベースをのせます。中間色を二重幅にのせていきます。締め色で赤み系の色をアイラインを引くようにのせていきます。こんな感じで仕上がりました。はい、はい、メイクが苦手な方でもすっごい発色が綺麗なので、うん、本当に映えるメイクもできるし、トレンドのメイクもできると思います。本当に、本当にって僕は言わないですけど12月の3日の火曜日にアットコスメさんで、もう本当に24時間限定で出るみたいなんで、本当探してた方ぜひ、もう URL も概要欄に貼ってるんで、まあ、とりあえず見るだけでも見てください。はい、はい、それではまた。さよなら。